や本当に、夢だったんで、取れてよかったです。アロハ。Welcome to Skydive Hawaii. First time? First time. You ready? My dream. All right. Let's go. Let's go. ハーネスをつけました。みんなから抱っこしてもらいながらハーネスをつけました。あと20分後くらいに飛び立ちます。Psycho! So crazy! You have fun? Very good! Thanks for coming! はい、ということで今、帰ってきました。スカイダイビング、これ証明書。なんかここの絵がさ、私に似てるっていうか、一緒に飛んでくれた人と私、こう最後こう足を持ってねっていうあれだったんだけど、その絵が一緒なんで、オリジナルっていう風に思ってます。はい、マコ渋谷リチャードと一緒に飛びました。もうなんか思い出すだけでめちゃくちゃ感動するというか、本当にずっと飛びたかった、怪我する前から飛びたかったことだったから、なんか怖いっていうよりはめちゃくちゃ楽しかった。なんかすごい飛べてよかったなっていう風に思うくらいめっちゃ感動してる。めちゃくちゃ感動したの、本当にすっごいよかった。だからぜひまあね、なんかあったら死んじゃうけど、でもそれでもなんかめちゃくちゃいい経験になったので、まあ、日本でも埼玉にスカイダイビングできるところはありますが、それでも、まあ、ハワイの景色を楽しむことができて、めちゃくちゃ良かったです。めっちゃ言うんだけど、乗り物大変な人にとってはすごい大変だけど、
でも落ちてる時は本当に楽しかった。でもめっちゃ口乾くもう口カピカピになっちゃうから、あの降りた瞬間からすごい水飲みましたけど、でもマジで楽しかった。本当にずっと夢だった。別に行きたいわけじゃないのに本当に、夢だったんで、それでよかったです。なんかまた違う国とかでもチャレンジしてみたいと思いますし、まあ、その埼玉は日本でもできるので、まあ、タイミングがあったらやりたいと思います。はい、でした。最高最高。スカイダイビングの予約をするにはツアー会社を通して予約をしてしまうと車椅子なのでダメですと断られてしまいます。なのでスカイダイビングハワイに直接予約することが大切です。またワイキキから1時間かかるのですが送迎がないので、私は知り合いを通してスロープ付きのタクシーをチャーターしました。